はい、というわけでチャプター3ブリッジやっていきたいと思います。もうここ1と2クリアしちゃったんですけど、ガタガタ周りがうるさかったのでもう一回最初からやります。どうすんだっけ。白くなって出口に行くには、これでも行けたのかな。はい、行けた。黒くなって出口に行く。あれ？あ、白くなんないと鍵が取れないんだ。白くなる。鍵が開いたから黒くなる。あれ？あっちに出ちゃった。あっちに行っちゃうんか。そうするとこっちに行って一回白くなっての白くなってのあれ、あっち出ちゃう。一個ずつずらさなきゃダメ。黒くなっての出てくる。あ、ここで OK。 OK。 わ、さあ、ここは未解決。
に来て色を変えると白くなって出てきちゃう。おお。のでこれじゃダメなのでこのままこっち行って。それでこっからのこっからのこう回して回し続けると落ちるのでこっからのからのこっからの色変えの黒くなって戻ったら同じこと。これは。同じこと戻ってきた。これじゃ同じこと。こっちにはどうしたって行けないのかな。行けるのかな。これだめだね。ダメだね。ここで色を反転させる。はい、反転で白くなってあっち行ったら同じこと。これじゃあ入れない。白いから、あ、これで一回飛び降りるんだ。ここに白くなって戻ってきました。でもう一回やるんだな。ここで黒くなここで黒くなりそれで、あ、 OKOK、 はい、できました。まず鍵を取るには白くなった後に、あれ、あっち出てきた。いいのか。白くなって、あ、鍵が落ちた。え、鍵が落ちる。鍵を落としちゃいけないので、あ、これぐるっと回っていくんだな。
鍵落ちますね。落ちますね、これだと。え？あ、落ちる落ちる落ちる。あ、ダメね。鍵を落とさないように行くには、こっちから行く？あ、でも落ちるね。白くなる。そしてあ、鍵がいっちゃう。外通っていくのかな。鍵取った。鍵を取って開いて、黒くなんなきゃいけない。黒くなっての、あえ出た。 OK。 3-5。 よし、鍵を取る。鍵どっか行っちゃわないかな。あ、鍵がどんどん逃げていく。おお、鍵がどんどん逃げていくぞ。え？これじゃ一生鍵取れないの。あれ？扉まで来ちゃったな。鍵がかかっている。で、白くなっちゃった。白くなっちゃったよ。白くなったら死なないのかな？あ、死ぬ。白かろうが、黒かろうが、あ、死ぬ。死ぬ死ぬ。あ、死ぬ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 。し、待って待って待って。回しながら行けば意外に、あ、死ぬ死ぬ死ぬ。あの人転がんないんだね。うわうわうわ。じゃ、ここで黒くなる。黒くなっての、これスタートじゃん。元に戻った。
鍵をこっちに手繰り寄せる。どっかで引っかかってないと。あ、分かった。ブルブル言ってる間に、ここに入ってブルブル言ってる間に斜めにしたんだろうな。ブルブル、今鍵はどこだ。あ、重力が反対になるのか。登ってくんだ、逆に。鍵が動く。重力が逆になってるってことだ、これ。登ってくんのね。ただし自分の重力は変わらないと。今登ってんだ。そしたら登ってってる鍵が。来た、鍵取った。鍵を取った。これで、あ、白くなった鍵が。自分も白くなって、あ、こっから出てきた。ここでいけんのかな。あ、ぶんね。あれれれ、あれ、あれ、それでこっち行けんのかな。あれ、同じことの繰り返し。ここは、そっか、ってことは一回また色変えないと戻れないのかな。あぶね、ホップね。これがこうで、こっから出る。それで、ああ、なるほどね、わかったわかった。これでこうして、ここで色を変え、あ、ここで色変えたらどうなんだろう。あれ、死んだ。ここで色を変えたら、あ、ここを行ったらこっちに出るっていうことね。ここまで転がしといてからこうしてこう出て、ちょっとボール来ないで。それからの、こう回っての、あぶね、ボール来る。ちょっと待って、ボールが来る、ボールが来るよ、こっちに。ちょっと待って、こっち来ないで、来ないで。逆にボールを追いかけたらどうなんだ。あのボール動かねえぞ。あぶね。ああ、あいつら一人は上に行こうとして、一人は下に行こうとしてんのか。いや、ややこしいなこれ。あいつは下に来ようとする。は
い、マキさん登場です。ガサガサするものを置くと怒られるんで、ガサガサするものは遠ざけます。逃げろ逃げろ逃げろ、俺逃げろ、あー逃げらんない。どうもちぼぼチャンネルのマキです。さあ、あ、熱いタマちゃんが2個になってる。とにかくここで1回もう1回戻っての、鍵は開いたんだよ、それは全身。ただ色が白くなってなければいけない。こっちからアプローチしようか。ここで反転させての、あ、で左行ったらいいんじゃないの。お、これでいけるんじゃない。あ、いけないんだ。これぐるぐるしちゃうやつだな。これでいけない。あそこに行くには今クロちゃんがいるとこぐらいまで行かなきゃいけない。クロ、こう、あの左側に行かなきゃ。左側どうやって行くんだ。左側に行きたい場合はこう。でもどこともつながってなくない、ここって。こうループしてない、ずっと。それかあそこまで行って落ちるんじゃない。ダメ。これを右んとこ行って一番上でポトって落ちることできないの。できない。できないのか。だってそれ以外つながってなくない、どこにも。ポトッとは落ちないと。そしてほら、あれは別個のものなんです。ただこの円の中で通ってる柱だと。じゃあさ、俺はもう永遠にここをくるくる回るしかなくない。いや、だからどうやって出るの。ここに入ることによって色が黒くなるけど反転するわけ。それでで上から出てくる。ほら黒くなって出てくる。それをすることによってまた別次元のところに行けるが、あ、それでもう行けんじゃん。じゃああとはずっとあのくるくるさんに出会わなければ。ただ反転するからね、これで。反転しなきゃいいじゃん。でもドアに入るときは自分が白くなきゃいけない。ここで反転させたらどうかな。あー潰せた。ちょっと弾の位置が悪かったかもしれない。戻します。こう行ってさ、最後のとこで反転すればいいじゃん。とりあえずここは先に方を進めて。ちょっと待って、あの白いやつはゴロゴロしてるけど、あいつの場所によってのタイミングじゃなかろうか。こうしてすぐにこっちに行く。だってく、ほら行けた。おお、ほら行けた。おさ、3の6には多分これがチャプター3最後。鍵が2つも3つも4つも。え、クマさん鍵4つ、俺は1人。地図がでかくて小さい。うん、うわ、もうこれ何から何をしていいか分かんない。まず1個ずつ取っていくしかないじゃんね。すぐ取れんじゃん、そのままくるーっと回れば。反転しないでそのままそのまま道なりに行けば。白は黒も取れんじゃん。あ、でも自分が白くないと取れないんだ。じゃあ先あっちの黒取り行った方がいいんだ、うん、そういうことなのね。白は白、黒は黒。
取ったり、あ、落ちたり死にはしなかった。あ、でもあそこ白くなんなきゃ取れないから、黒んとこ行ったら、あ、先にそこで反転して、いや、反転しないでこの先に黒がある。あ、本当だ。ちょっとコントローラーの振動が鬱陶しいので、設定でコントローラーの振動をオフにします。はあ、どこだっけ、腹筋強化中、ウィッシュ。あれ何してたんだっけ、あれ何してたんだっけ。黒が、あと白2個取ればいいってことですね。黒2個取ったの？取ったみたい。そうだね。じゃ反転して白2つだ。反転してみよう。どこでするかが問題なんだろうな、きっと。ここ。で。どこに出てきた？ここに出るので。取れるね。あと来た道戻る、来た道戻る。え？来た道戻るだよ。戻ってもいけないよ。なんで？このまま、こう行ってこうでしょ。で、落ちてこうで、いけるいけるいけるよ。どういうことですか？こう行くでしょ。こう行ってセンターから落ちたら、こう取り付けちゃう。落ちる？落ちたら多分床まで一気に、あの、すり抜けていっちゃうよ。だって、そんなことないでしょ。レイヤーが違うから。だってさっきそう言ってたもん。レイヤーが違うから多分あそこには着地できないよ。多分いける。多分いけない。黒を取ったのを見てた感じで反転しないよ。落ちるよ。落ちて、ここで下までストーンと落ちるよ。そうかな。ほら、あ、いけた。それで白どこ？右行くだけ。右に歩くだけ。なんかレイヤーがめちゃくちゃなんだな、だとしたら。ほいで、あとどうやって扉に行けばいいかというと、あそこから落ちなきゃいけないから。白くなってなきゃいけない。今白じゃん。うん、こう行って。一回黒。あ、だから落ちちゃダメだから、こう行って。多分一回黒に戻らないといけないんじゃないかな。あ、そうだね。え、わかんない。ちょっと待って。あ、そんなことない、そんなことない。え、ちょっと今どこに、そこでしょ、こう行ってくるっと回るじゃん。で、落ちればいいんだから、いけるいける。あ、ダメだ、落ちたらそこに行っちゃうんだから、ダメだダメだわ、ダメだった、失礼。やっぱ黒になんなきゃダメなんでしょ、このパターン。どこで黒になるの、これ。なって地面に降りるの。あ、でも待って、あ、これでさ、さっきのレイヤーの変なことになるんだったら、そしたら外側行っちゃうから。あ、でも外側行ってもそっちから回る。ここでどこに落ちるかだよ、ここに。あれ、落ちない、落ちないよ、ずっとそっち行けちゃう。やっぱ色反転が必要ですね。そうかな。で、外角行くじゃん。あ、外角しか今行けないのか。色反転してみましょうか。外角行って落ちたらこう行くでしょ。でも色反転する箇所いっぱいある。あ、ダメだ、それでも外角に行っちゃう。あ、これ、あ、これだと黒くなっちゃう。頑張れ、思考放棄。はい、黒くなってここに来ました。そしたら今度ここでまた白に反転してみようか。そうするとまあちょっとうろうろしてみようか。でも今外角にいるんだもんね。そこで落ちて内角には入れないもんね。ここで反転してみる。
反転したら黒くなっちゃう、うん、なんないの黒く しちゃうの黒くして下に落ちて あの横の扉のところでまた白く戻りになっていったらどうなる内角にとりあえず入った入ったでしょほんでそこじゃなくてっていうか外角から行かないとこれ扉は一見内角にあるけど、うん、あの繋がってんのは外角と繋がってるからね内角からは絶対にアクセスできないよそんなことないじゃんここで反転したらそこに出るでしょ白くなったそっちに出たらこう行ってこう行ってこう行ってこう行けないあ行けんじゃないの行けないかえこう行ってこう行ってこう行ってこうダメ戻ってきちゃうもう一回元の内角に戻んなきゃだあ、分かったここからちょっと私たちはテレビの前に出ていますねこっから最終的にピューって落ちてこう行ってそれがさ、そんなことないのピューって落ちるのはここから落ちたらここに落ちるから外角のここにさっきのこれもここだしここに落ちるだからだからそれは意味ない そのやり方でダメさっきみたいに一回中に入って中からどこの段階かで外にいい上手い段階で外に出ればアクセスできるどこにでから出るのかまだマキは見つけられていないうーんこうでしょあそこに行きたいんでしょだからこう行ってあそこに乗り移るなんてあやっぱあそこにだから何度も言うけどここからヒューッと落っこってここに止まる、うん、取るそしたらあとぐるーって行ってぐるーってあれダメじゃんあれちょっと場所移動すると分かんなくなるここで見てると言いたいことはあるこう。こうでしょ白い段階で逆算すればいいんだよここに行きたいんでしょこう来てこう来てこのここまで出てこれたら帰れるよねどうやってここに行くそうだからそうだからそう言いたいのは、うん、ここに行きたいでしょ、うん、ということはここに行きたいわけでしょ、ね、まあそっちでも行けるここから飛び降りてこう行けんじゃないかっつって、うんここから飛び降りてでこうやってあれ行けないよここから飛び降りてこう行って どうせだったらここに行かなきゃ立つと分かんなくなるここに行かなきゃいけないんだよこのルートにだからどうしたらいいんだよこのルートに来るためにどうしたらいいかか今のルートからだったらいけない絶対に反転してみたらそこでここでいいのかなここじゃないかもしれないちょっと待ってだからここで判定してみなよ今度は死の子の言わないでやってみましょうあそこにまず行ってみましょうよあそこにまずは色変えなくていいからここに行って落ちたとてもう一回元の場所振り出しに戻るだけだよ内角と外角とか違うからあららららが言いたいことはこういうことですここでこう行ってこれがどこに落ちるかです元の場所に戻るだけだよここの場所に戻るだけ、ね、合ってんじゃんなんでそれで元の場所に戻ったちょっと待ってできてるかわかんないけど行ってみて右に進んでみてどんどんそのところでそこに落ちるかわからんけど落ちないよ回っちゃう違うマキが言いたい落ちてほしいとこに落ちれるかはわからんけどってことあダメだったごめんこれじゃマキの行きたいときに落ちれないうん
いた死ぬやつだね。マジで？ただの飛び降りちゃったね。そうか、違った。そこで反転しても意味ない。やっぱここで一回中に入んなきゃダメだよ。こっちかそっちかで。そこで、そこで入ったらどこ行くの？あ、それでは意味ないね。それはそこで変わんなきゃ。これさっきのとこ戻るね。結局黒いままドアの前に行っちゃう。そんなことないよ。そんなこと、ここ行きたいんだけど、この時点で黒く白くなってなきゃいけない。変わってみたらどっか、その辺で、ここどっか。要はどこで反転させるかなんですね。ここで反転できないの？ここで反転させてもしたら別世界行っちゃいますね。もう一箇所ここでも反転できるんですね。それじゃあもう筆足に戻るよ、さっきの白いところ。そっちだとどこに入るのか分かんないけど、こう反転させて、どこ行った？俺、あ、いた。そこで反転できないの？やっぱりここで、あ、いけねいけねいけね、あれ反転しちゃったよ、うん、違う違う、反転させないで、ここでやっぱりもう一回飛び降りる。白で飛び降りる。これで、で右に行ってそこで反転するの。反転できないな。ここで反転したら戻っちゃうんだよね、またね。やってみ、中に入っちゃう。でもさっきそこでさ、あの白から黒になったじゃん。今度ここは白から黒になるわけじゃん。で黒から白に戻るのがいいんじゃないの、それで。今黒でしょ、だって。はあ、でさっきと同じ場所でさ、黒から白に戻ればいいんじゃない。ここですか。ここでやったっけ。ダメだ、外角出ちゃってる。これでダメ。ここじゃない、今のとこじゃないんじゃない。戻ってみそう、反転のところ。反対側だよ多分。ここで反転すんの。ほんでくるくる回って回って回って、この地面が下だとできないんだな。となるとそこで反転するしかない。どこに出るの。出る。こうなったらこうなって、ここに降りてこっちに行くから本末転倒だな。本末転倒だな。あ、こう、そこで変わったらどうなる。戻っちゃう。白から黒になるだけ。そこに出る。あ、出た場所はいいんだけどね。出た場所はいいんだけどね。で内閣戻っちゃうもんね、そこで。ダメだ。あれ？で色が黒い。ダメダメだ、これじゃダメ。そこで反転してもね。色が黒いです。ということは先に白い鍵取って黒いドアにしてから出るの？いやいやいや、ドアの色は変わんないんじゃないかな。そうですか。やっぱあそこでジャンプするっていうのは一つのギミックなんですね。どこ？あそこでジャンプゾーンがあるでしょ。あれが一つのここ。さっきもう一回同じこと言ったの、白でジャンプしたよね、さっき、うん、ここで一つ入れ、あ、もう一つジャンプゾーンがあるんだな。
でもう一回ジャンプするんじゃないですか、から違うとこから2カ所あるジャンプゾーンが、これが肝なんでしょう。ジャンプした、あのググっていただけますか。やっちゃう、ついに3の6。ワーチャプター2は丸々飛びた。ジャンプ、鍵を取る順番が白黒白黒で取らないとダメらしい。ああ、やり直さなきゃダメだ。リセットします。順番によってなんか自分のあれのなんかそんな感じ。これは難しい。もう気違いじめてる。ワンワンの。じゃあ最初どうしたいんですか。右に進み赤丸のワープに進む。赤なんかないですけど。3の6ガーデン右に進み、あ、ちょっと待って、赤丸図が書いてあるんだきっと。紫が赤丸って意味なの。赤丸ないんだけど。まあここしかないんじゃないですか、右に進んで帰られるところ。はい、変わった。で、ね、左右変わった、うん、左に進み飛び降りて白鍵を取る。はい、 OK、 できる、できそうだ。おっとっとっと、はい、白が見取りました。で、左に進み、ちょっと待ってね、青丸、青丸入れ替われて、いや違う、もっと先だ。え、そこ行けんの、あ、通れんのか。そこずんずん進んで、ずんずん進んで、ずんずん進んで、青丸、青丸のワープ、ここ2カ所できますよ。今どこにいる人、今ここ、あ、そこ右右右右右の底のワープ入る。丸のワープ入った。今どこ？今ここ。左に回転270度。これ右じゃない？左か。270度。ずっと歩いて黒鍵を取るってなってる。途中の白鍵はまだ取れません。はい。ずっと歩いて黒鍵を取るそうです。鍵の取る順番が最後のドアの色に関係するって、関係するってこと？いや、そんなことないけど、鍵の順番で自分が白と黒になるのもなってるから。だって取りました。取った飛び降りていいの？ちょっと待って、取りました。そのまま左に飛び降り、飛び降りた。さらに左に進み、おおおお、はい、青丸のワープに入る。
こ？そこ。そこのワープに入る。はい、入った。左に270度回転、左に進み、白い鍵を取る。鍵3つ目、取りました。そのまま左に進み紫のワープに入る。ちょっと待って、ちょっとその辺で待ってて。どっかその辺だな。左に進み紫のワープに入る。これじゃないですか。紫の、紫のワープはあれ、図がちょっと違う。飛び降りるって記述がなければもうここしかないよ。違うよ、紫のワープっていうのはこう来てこう来て、その真ん中のところだ。真ん中のところ、それだ。入っていいの？うん、反転するで。入った。左に進むと黒鍵が取れる。合ってる？はい、左に進む黒鍵が取れる。その場で270度左へ回転。はい、左にずっと進む。はい、ちょっと待って、青丸のワープに入る。青丸どこやね。これ絵がずれてんだな。電柱の下に当たるところ。ここ？違う、ここ電柱じゃない、壊れた電柱のところ。もっと先かも。ん？もっと先、もっと先、もっと先、ずっと先の青丸がここあるから、ここだ。そこ、ここ、うん、入るの？入る。入りまして、ドアに入る。できたできました。チャプター3をクリア、ね、あー、ググってしまった。めちゃくちゃ難しい。アホか。48分ぐらいかかってしまった。あ、歩くのか。何何何？彼の性が消えゆくにつれ、この世界の色彩も薄れゆく。私はよくここに一人でもこもり、現実から離れて歳月を過ごすようになった。未来を見定められないままに、孤独の中私の思いが危機快快な創造物を生む。これもググんなきゃ無理な世界になってきたよ。我が家。これはエンディングじゃないですか。私の心が隠しているものはもちろんこれだけではない。それを見つけ出し大いに楽しむことにしよう。え？おお。ここだって3番までしか扉ないもん。あ、入れ替われってこと？ほっ、あ、4が出てきた。扉4が。次はこの4から入ります。とりあえずチャプター3はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイ。